はい、おはようございます。アセアメンタルクリニックの院長、増田祐介です。今日が1月の、14日ですね。世間では、共通テストですね。今日明日が、共通テストです。で、テストです。で、思ったよりコンビニに物が多かったの、残ってたので、買えたので買っちゃいました。今日はお昼がちょっとお弁当なかったので、コンビニのものをですね、朝と昼に分けて食べようかなと思います。もしくは夜、夕飯もこの中に含まれるかもしれないですけど、忙しかったらね、そんな感じです。じゃあ、とりあえずレッドブルからいきますか。間違えましたね。モンスターからいきます。ブルーのやつ飲みます。ああ、マンゴーロコ。たまらないですね。こいつは昼以降に食べますね。はい。どっから行こうかな。おにぎりもいいんですけど、いちごジャムマーガリンも行ってもいいし、ただ食べたいものから行きますね。おにぎりから行こうかな。鮭。ゴミ箱の上であります。いただきます。セブンイレブンのおにぎりの鮭はちょっと燻製っぽい感じがしていいんですよね。美味しいです。なんか忙しいですね。忙しくもないんだけど。なんかあるかな。明日クリニックのワックスがけなんですよね。昨日は届いたんで読みましたね。はい。この岩波ブックレットって、薄いんですよ。すぐ読めちゃう。30分か1時間ぐらいで。僕も知らないこと書いたって飯村さんっていう方ですけど、ツイッターでパンダ先生が紹介されてたんで読みましたけど、HSP ブームのことをですね、書いてあって、なるほどと思いましたね。こうやって、やっぱ学者の人が、その世間のことをパッとまとめてくれて、すごく助かりますね、僕らとしては。はい。おかか行こうかな。いただきます。
でも情報発信ってめちゃくちゃ難しいんですよね。本当に正しいことをしようと思ったら、やっぱりね、すごい時間をかけて、自分の専門分野で文献も調べてまとめて出すってことになるんですけど、それでもね、何ヶ月もかけて、これぐらいの情報しか出せないんですよ。だから本当にちゃんとやろうと思えばそうだし、でもこういう立場にいる人って少ないし、っていうことですね。で、あの、研究者がね、自分の名前で何かをね、一般の人に向けて出すってことのリスクもあると。一方で、僕ら開業医みたいな、臨床家が、じゃあそれを情報発信するには、まあ、ね、本当の専門家というかね、研究者ではないし、ね、間違ったことを言ってしまうリスクだってあるし、そもそもね、と思いますね。情報発信することってメリットほとんどないんですよね、ぶっちゃけ。だからお金にもならないし、研究の業績にもならないし、リスクはあるしね。と思いますね、本当に。じゃあなんでやってんのかって感じですよね、マスナは。いや、本当そう思うわ。でもなんかもうちょっと人生一周したっては言わないですけど、なんか、なんていうんですかね、もう他にやることないっちゃ他にやることないと思う。なんか自衛隊もね、うまくいかなかったし、なんか精神分析って感じでもないしね。で、開業医としてね、なんかクリティックをね、どん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 展開していくというかね、そういうキャラでもないなと思って、まあ今はね、 YouTube でとか情報発信を通じていろんな人との出会いがあったし、学べることも多いし、結局アウトプットが一番の勉強になるんで、あの、自分のためにでもあるし、従業員の人もいるし、自助会のメンバーもいるので、まあ、あの、そういう意味では意義はあるんでやりますけど、まあ、なんかね、っていう感じは、なんかね、って。でもまあ、誰かの役に立つってことはやっぱり一番の幸せですからね。人生で生きてるうちの、人生で生きてることの一番の幸福って何かっていうと、自分が優秀だとか、何かを勝ち取ったとか、誰かから愛されるってことではなくて、やはり社会にきちんと貢献できてるってことが、まあ、なんていうんですかね、地味に幸せですよね。幸福を感じられやすいんですよね。なんかコメントでも返そう？コメントでも読もうかな。コメント返信でもしようかな。せっかくなんで、米編ってやつですね。なんかちょっとパリッと見ちゃった。
なんかコラボの話で、次はたあのコスメさんの次は高須クリニックの人とコラボしてっていうのもありましたけど、まあミキヤ先生と、ただお忙しい方だと思うし、連絡がなかなかどうつけたらいいか分かんないし、コラボとかあんまりされてないんで、ちょっと分かんないですね、どうやったらいいのか。はい、まあそんな感じかな。みーよさん、先日は先生の動画を見てチキンラーメンを食べました。久しぶりで美味しかったですと。ありがとうございます。はい。京子さん、同日に行ってくれてよかった。今日も美味しそうでした。いちご好きって先生可愛いですよね。はい、ありがとうございます。チョコレートさん、ちなみに私のおすすめのサンドイッチはファミマですの、全粒粉入りパンシリーズに挟まれて照り焼きチキンとかですと。なるほどね。ちょっと今日ファミマ行ってですね、いちごサンド買いたかったんですけど、なかなか行く暇行けなくて、今度やります。昨日のやつですね、いちびっこっていう三軒茶屋に、あるいちごスイーツ専門店ですと。あ、だから昨日のローソンのいちごサンドの、監修が三茶のスイーツ専門店なんですね。なるほど。いや、僕その自衛隊の研修医の時に1年間自衛隊中央病院で働くんですけど、それがですね、中病が三軒茶屋にあるんですよ。池尻と三茶 の間ぐらいにあるんですけど、だから三軒茶屋でよくっていうかですね、飲んでましたね。で、学生時代にが自由がないから、研修になるってようやく自由が手に入るんで、夜とか飲みに行けるんですよ。だから三軒茶屋とかで飲んでたんですけど、でもなんかもうそのキラキラしたところで飲む理由とかもそんなないし、忙しいし、途中からなんか面倒くさくて、どん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 活動範囲が狭くなっていって、近所のラーメン屋で飲むっていう形になっちゃいますね。豆菌とか言ってね、今もあんのかな。飲んじゃいました。結局なんかお酒飲んでると、うまい食べ物をだお酒飲まないとご飯美味しくないし、お酒飲んだらご飯は何でも良くなってくるんですよね。でお酒の味なんか何でも良くなってくるんで、本当にストゼロというかね、そんな感じになってきますよね。でもストゼロはさすがに頭痛くなるんで、焼酎とかになっていくんですけど。焼酎の炭酸割りとかよく飲んでましたね。懐かしい。ということで、終わります。はい、じゃあまた。